ペットトリマー&エステティシャン専攻1年生の高梨芽衣です。授業のカリキュラムに魅力を感じただけではなくて、オープンキャンパスに実際に参加した時に学校の雰囲気を見てみたり、先生方と話した時に私もここで通ってみたいなって強く思ったことが一番の理由です。オーナー様のワンちゃんを実際に預かりして実習が多いことです。毎日違うワンちゃんが来るので、いろんなこと振り合えていろんなカットができるからです。やっぱりトリミングの授業が好きです。大変なこともあるんですけど、先生方の雰囲気も楽しく、みんな積極的に参加できる授業なのですごい楽しいです。やっぱりワンちゃんが大好きです。特に私のワンちゃんのウエスティとトイプードルのミックスのこの子が大好きです。好きな動物はやっぱワンちゃんで、日本スピッツが大好きです。ブローが特に大変です。もう乾いたかなと思って先生にチェックしてもらうと、毛の内側が全然乾いてない時とかがあります。初めてやるカットとか、なかなかやらないカットとか、ハサミの角度とか難しくて、でも先生に教えてもらったりとかして綺麗にできた時はすごい嬉しいです。今頑張っているのはワンちゃんのリボン作りです。季節によって色味を変えてみたりして工夫しています。自分の動物に例えるなら、もちまると性格が似てるところがあって、おやつが好きだったりとか話しかけに行っちゃうんですよ、人に。この子も散歩中にすごい他のワンちゃんのところに絡みに行っちゃうんで、動物っていうよりもちまるに似てる気がします。ワンちゃんの犬種を覚えておいた方が、ワンちゃんが来た時に、あ、この犬種だって気づけるのが楽しいのと、カットをする時にその子に合ったトリミングをしてあげられるので、覚えておいた方がいいと思います。授業中はみんな集中してるんですけど、その授業以外の休憩の時とかはみんな一緒に話したりとかして仲いい感じです。将来の夢はトリマーになることです。ワンちゃんにも飼い主さんにも優しいトリマーさんになりたいと思っています。将来はやっぱトリマーになりたいです。小さい頃からなりたかったのもそうなんですけど、もちまるをトリミングサロンに出した時に可愛くリボンとかついたりして帰ってきた時にすごい嬉しくなったんで、私も飼い主さんとワンちゃんの幸せな時間を作れるようなトリマーになりたいと思ってます。ちゃんとトリミングできるようになるか不安かもしれませんが、みんな同じゼロからのスタートなので失敗しなくても大丈夫です。毎日が楽しいので頑張ってください。とにかくやりたいっていう気持ちを大切にして、好きなことをワンちゃんと一緒にみたいな。あーちょっと待って、緊張とかなく、とにかくやりたいっていう気持ちが大切だと思います。はい。トリマー&エステティシャン専攻は、先生も親しみやすくて楽しみながら授業に参加することができます。ぜひ学校に遊びに来てね。